私だって思ったんですよ。東大生なんて変なやつばっかりなのかなって。いや、子供を応援に入れたいとは1ミリも思わないです。小5の夏休み、どんな生活をしていたか覚えていますか？ゆき先生チャンネル、こんばんは、ゆきです。今回の動画ではだいぶ前になっちゃったんですけど、インスタでみんなに質問を募集したので、その質問にどんどん答えていく動画を撮ろうと思います。質問の内容は結構多岐にわたるんだけど、大体お勉強とか子育てとか受験とか、それに関するものをお願いしますっていうふうに書いたので、今受験勉強を頑張ってる学生さんとか、そんな子供を持って悩みながら子育てを頑張ってるお母さんたちとか、いろんな世代の方に見ていただけたら嬉しいです。お答えした質問は全部概要欄にリストアップして載せているので、その一覧を見ていただいて、気になるもののところだけ見てもらっても全然大丈夫ですので、皆さんの日々に役立てばいいなと思います。本音でどんどん回答していくので、ぜひ楽しく聞いてください。聞きそびれてしまった質問がある方はコメント欄に書いていただいたら、一個一個確認して返信します。では1個目の質問です。小学受験は必要だと思いますか？最近中学受験&小学受験加熱していて、ご意見お聞きしたいです。いや、小学受験が必要だと思いますかって、全然必要ないじゃないですか。そもそもこの必要だと思いますかっていう質問に、何に対して必要かっていうのが書いてないので、ちょっと質問の質が悪いなっていうようなところですよね。で、自分にもし子供ができて小学受験させるかどうかって言われると、やりたかったらやらせてもいいけど、そこまでその小学受験をさせるっていうことに関してすごく大きな意義とかっていうのは感じないかなとは思いますけどね。どうなんでしょう、皆さんのご意見教えてください。実際に小学校受験のメリットって、やっぱりそのある程度いいお家柄の子供だけが集まっている環境に自分の子供を置けることだと思うんですよ。ただそれって別に公立だから絶対悪いとかではないと思うし、正直言って多分公立か私立か以上に、どういう土地の学校かとか、そういったところにもよると思うので、必ずしも小学校受験がめちゃくちゃいいものだとか、自分に子供ができたら絶対やらせたいかとか、そういうふうには思わないですけどね。次です。医学部、私立と国立ならとりあえず国立目指すのが普通ですか？私立が第一希望の人も多いですか？めちゃくちゃな質問ですよ、こんなの。そんなとりあえずで目指すならやめた方がいいですよ。ちゃんといろんな学校のそれぞれの特色とかを知って、自分の中でいろいろ調べて、例えばオープンキャンパスに行ってみて、それで決めてください。こんなノリでとりあえず私立とかとりあえず国立とか言ってるような人は、そんなにいい学校入れないと思いますよ。志望校ぐらいちゃんと自分で熱意を持って選んだらとはすごい思いますね。で、私の場合はそもそも私立の医学部めちゃくちゃお金かかるんですよ。受験をするのにも進級するのにも。で、うちはもう母が、もうあなたは私立だったらもう慶応しか行かせないからって言ってて、慶応はね安いんですよ、私立の中では。でも慶応に行ったら好きなお洋服買ってあげないよとか言われてたんですよね。お洋服は欲しいなみたいなのがあって、だったら国立目指せばいいかっていう感じで国立を目指したっていう経緯がありましたね。とりあえず国立目指すとか、とりあえずってなんかちょっと、その程度の方は出直してきてくださいという気がします。次です。落ち込んだ時の対処法を教えてください。もしかしたらみんなから見て私がスーパーガールというかスーパーおばさんに見えるかもしれないんですけど、結構うわっみたいな、やっちゃったなとかで落ち込むことは昔からあるんですね。でも今はだいぶ強くなっちまいまして、昔の学生だった頃は結構落ち込みがちでした。理想が高かったのと、いわゆる頑張り屋さんというか、よく努力をする方だったので、その努力が報われないことに対してそういうショックを受けたりとか、ケアレスミスばかりしてしまって、こう自分が頑張ってきたことと実際の得点が結びつかないというところですごい落ち込むことが多い学生時代だったんですね。で、結構切り替えは下手な方だったんですけど、下手な方でもなんとかなるので大丈夫です。ただ切り替える術はいっぱい持っていた方がよくて、例えばあなたがね、何をやってる時が一番嫌なこと忘れられるかなって考えてみてほしいんだけど、今大人になってからは、例えば本当に仲いい人とお酒を飲んでる時とか、家族と犬と戯れてる時とか、パッといろいろなシチュエーションが思いつくんだけど、あなたにとってどういう環境に置いた時が一番ハッピーで嫌なことを忘れられるかなって冷静な時にいろいろ考えておいてください。そうすると、もし勉強がうまくいかなくてちょっと現実逃避をしたいなっていう時に、
どういう形で現実逃避をすれば一番リフレッシュできるかっていうのが自分の中で分かってる状態を作れるんですね。これすごい大切なことだなと思うので、落ち込んだ時の対処法って私がリフレッシュできるやり方とみんながリフレッシュできるやり方って多分違うから、ご自分みんなそれぞれ一人一人がどういうことをすると落ち込んでても前向きな気持ちになるのか、リフレッシュできるのかっていうのをいろいろ試してみたり想像してみたりする中で考えておくことが大切です。ちなみに受験生であれば本当に腹割って話せる友達と話すこととか、本当に信頼してる先生のところに相談に行くこととか、こういったことによって自分のストレスを少し減らすことができると強いんじゃないかなと思います。次です。エキ先生のファンです。高校2年生の夏から死ぬ気で勉強すれば医学部に行けますか？可愛い質問ありがとうございます。ファンとかやるとすぐ優しくなっちゃうっていう、ただ死ぬ気で勉強すれば医学部に行けますか、さっきの話と一緒で医学部ピンキリですから、別にどこでも良ければ多分全然受かると思います。みんなが思ってるよりも医学部って言ってもいろんな難易度の医学部があるので、ちょっといろいろ調べてみて、それで医師になってから別に出身大学がどこだからどうとか、この人は東大卒だから慶応卒だから優秀な先生だとか、あんまりその内部でそういう見方はしないし、一部の先生は言うけどそれってつまんない価値観だなと思うんですよ。なので、資格職だし技術職だしっていうところで、結局その出身大学がどうかとかではなくって、その先生が今どんな診療をしてて、今どんな風に患者さんから信頼されてて、どんなオペができるかとか、やっぱりそこで見られるべきだと思うので、あんまり出身大学って関係ないですよ。そう思ったら医学部もいろいろなので、ちょっと今と捉え方が変わるかもしれないです。次です。中学受験の勉強は完全自走でしたか？ご両親はスケジュール管理くらいでしたか？中学受験に関しては私動画の再生リストを作っていて、例えばこの動画とかで、実際に私がどんな風に自分でやって、それを親がどうサポートしてくれたかっていう話なんかをしているので、ぜひ他の動画もご覧ください。うちの場合は中学受験をする時まではかなり親が管理してました、結構親がサポートというよりはメインで動いてた感じですね。親が今ちょっとこの教科ダメだからやろうとか、今日はこの教材やろうとか、今日はテストがこうだったからこの復習をしなきゃねと、なんていうかその勉強する題材とか教材まで親が結構決めてくれてたなっていうのがありましたね。でもうちの親はすごいはっきりしてて、それがもう中学受験まででスパンって終わったんですよ。で、私が中学に受かって、じゃあいよいよ大学受験に向けて勉強していくっていう段階になってからは、パタッとそういう私の教材とかスケジュール管理っていうのを一切しなくなったんですね。そこは多分母が考えてやってくれたんだと思います。そのけじめをつけたというか、中学までは私が手取り足取りやって勉強をするっていうことがどんなことか分かったでしょうと、あとは自分で責任持って自分でやってみなさいってことだったんじゃないかなと今は思ってます。実際その小学生が自分を律して目標を定めて、それに対する計画を練って適切に勉強を消化していくってかなりの難しいことだと思うんですよ。なので逆にその中学受験をあんまり親のサポートなしに自分メインで頑張ったっていう方がいたら、それはぜひエピソードをコメントに書いてもらえたら嬉しいなと思います。次です。子供にディズニー英語ってどう思いますか？週1回の英会話教室で英語が身につくと思えなくて。どうなんですかね、これももし ご経験ある方いたら書いてください。ちなみに誰とは言えないんですけど、私と大変親しい関係にあるだいぶ年上の男性の先生がね、お子さん英語教育どうしてますかって聞いたの私が。そしたらディズニー英語って言ってました。で、その先生も奥さんも超頭のいい方で、遺伝子だけでもやってけんじゃないかって思っちゃうぐらい超サラブレッドな男の子がお子さんがいるんだけど、その子にはディズニー英会話を結構しっかりやらせたっていうふうにおっしゃっていて、それだけで特に留学させたとかインターに入れたとかっていうことをしてないけど、親の英語の発音を直してくるぐらい英語の発音ペラペラだし、大体のコミュニケーションも英語で取れちゃうっていうことを言ってましたね。今小学校の高学年ぐらいなのかな。それを聞いて、ディズニー英語ってすごいんだって思いました。ただ私の友達でディズニー英語を同じようにちっちゃい頃から教材として親がやっていたにもかかわらず一切喋れないと思います。なので結局その教材がどうとかっていうよりかは、その教材をどれだけ消化できたか、
まあ、どれだけ全うできたかっていうところなのかなっていうのをめちゃめちゃ強く感じましたね。まあ、何事もそうじゃないですか。同じ単語帳がありますと。でその単語帳から100を学べる人と1も学べない人がいるわけですよ。なので、まあ、大切なのは何を使うか以上にどう使うかであってどこまで消化するかなんですよね。ディズニー英語ならディズニー英語でしっかりやってみてください。それでダメだったらしょうがないし教材のせいにしたらいいけど、適当に向かい合って適当にやって、あやっぱダメだったディズニー英語悪いな、それは自責の考え方が足りないだけ甘えてるわけなので、ぜひディズニー英語を頑張ってみていただいてどうだったか教えてください。次、あいいですねこういう質問ね。トップ目指してて高校1年生で意識することお願いします。いい質問。なんて答えると難しいよね。まずトップを目指すっていうことがこの子の中でどこまで明確になってるんだ。だってトップってすごいふわふわしてるじゃないですか。それがもしかしたら3年 B 組の中でのトップかもしれないし、いやいや東京都のトップかもしれないし、全国でのトップかもしれない、同じ志望校を目指している人の中でのトップかもしれないし、まずそこがはっきりしてないのでこの質問はちょっと足りないわけですよね。でもトップを目指すって結構いい言葉だと私は思ってて、そこがちゃんと明確になっていて、じゃあ今自分はそのトップにどれだけ近づけてないのかっていうのを分析するんですよ。でじゃあその差を埋めるために何を意識すればいいか、そんなの私に聞かないで自分で考えてください。で私の場合は確かにこの子みたいにこういけるだけ頂点を目指したいみたいなふわっとした自分の野心みたいなものがあってですね、あとはなんでこの子にって思う子には負けたくないみたいな、そういう負けず嫌いな心がありまして、確かにいけるとこまで行ってみたいな、トップを狙いたいなみたいなのはあったんですよ。でそうなった時にどう逆算してもやるべきことは自分が信頼している先生の下で信頼している教材をやり尽くすことで、人の5倍も10倍も勉強することだったんですよ。これがそれこそ持って生まれた才能が素晴らしくて、人よりも短い時間で勉強できてヘトヘトになるような努力をしなくても1位2位が狙えますみたいな子だったら違ったかもしれないんですけど、私は全然そんなことなくてすごい凡人だったので、そんな中でトップを目指そうってなるともう努力するしかないんですよ。で人の5倍とか10倍とか勉強してやっと、あ、私こんだけ勉強したから負けるわけないよねって思えるようになって、でそういう風に思えるようになってやっと本番でもうまくいってよしよしと実力を発揮できるようになってきたなと、そういうような感じになれたんですよね。だからやっぱり努力が足りなければ絶対ダメだし、よほど特殊な才能があるという自覚がない限りはもう人の何倍も努力して、人の何倍も努力したんだからできるでしょって思えるところに行かないと多分この子が言ってるトップは目指せないのかなと思います。次です。高2です。先生に現時点では志望大学合格がかなり厳しいと言われて志望大学を変えるか迷ってます。ギリギリまで少しでも合格に近づけるよう勉強しようと思っているのですが難しいでしょうか。逆転合格をした方がいたらエピソード聞きたいです。先生にね志望校変えろとか言われるの悔しいですよね。先生私の何をしてるの言いたくなると思うんですけど、その意見そのものはちゃんと無視せず一回受け入れて考えてみるべきだとは思うんですね。だって先生ってまあお金少なかれ自分の今の現状をずっと見ていて冷静な立場で他の生徒と比較できる人じゃないですか。その人がちょっと今の志望校厳しいんじゃないって言ってるってことは多分厳しいんですよ。なのでそこをびっくりされるぐらいやっぱり努力をしないといけなくて、厳しいんでしょうかって言ってるぐらいではまだダメだと思うんですよね。頭がおかしくなりそうなぐらい努力しまくって、こんなひどいことを言って私の能力を見限った先生一生後悔させるぐらいの勢いで勉強しまくんないと多分無理だと思います。でもそれができれば全然そんな一時的な先生の意見とか見解なんて覆せると思うし、そこはもう本当にあなた次第ですとしか言えないかな。頑張ってください。次です。仕事の勉強はどのようにしてますか。仕事中は業務を終わらせるので精一杯で時間が取れません。実際確かに医者の仕事をしてると勉強をするみたいなシチュエーションがすごい多くて、まあ別にしなくても業務はできるんですけどつまんないし発展しないじゃないですか。で医学もどんどん進歩してるのでそれについていかないと置いてかれちゃうわけですよね。なので毎日新しい論文を調べたりとか、まあ、勉強会みたいのに顔を出したりとか教科書を読んだりとかしてるんですけど、どうやってやってるんですかって言われたらもう時間を作るしかないんですよね。時間がないのでできませんでしたって言ってる人はもう一生そこから成長していけないので、ただただその自分で隙間時間を作る。でそのためにはやんなきゃいけない業務をサボる、もしくは早くやるしかないんですよ。でサボるのには限界があるので、私の場合はそのいろんな雑多な業務、仕事関係の業務を
最短でやる、もしくは人に振るっていうのをやっぱり意識するしかないですよね。例えばその誰がやっても同じだよねっていう仕事は無理に自分でやらずにスタッフの子にやってもらうなり、ちょっと家族にお願いをするなりして、まあ、いわゆる一つのアウトソーシングなんですけど、家事とかね最近は結構家族とかに頼んじゃってるんですけど、まあ、それでその分こう自分の考えとか自分の能力がないと務まらない業務ってあるじゃないですか。でそれだけを自分は集中してやって、かつもう絶対に最速でやる、常にそういう風に気をつけて、そうしたら絶対時間ってできるので、もうそこで必死に勉強です。あとは勉強をしたい、業務をしたい、何とかをしたい、何とかをしたい、やっぱり優先順位をちゃんとつけておくことが大切で、もう今日は絶対この勉強をしないと私は仕事を始めないとかね、そういう風に本当に優先順位ごとに片付けていく、そういう工夫もある程度は必要かなと思います。なかなか時間を作るのって難しいんですけど、例えば今最愛の家族が急に倒れて危篤だって言われたら時間作って会いに行くでしょ。でそれができるっていうことは、多分何かを上手に削ったりとか、何かちょっと自分が無理をして、もしくは人に何かをお願いして、自分が今本当に必要なことをやるってみんなできるはずなので、それは忙しくてできないやどうしようではなくって時間を作るしかないんですよ。次です。語学優で勉強はできるけど〇〇が欠けてるなーってことありますか？息子のしつけに生かしたいです。え、こんなんばっかりじゃないですか。だって私も勉強はできたけど足が遅いとかいくらでもあったし、そんな全部が全部できる人いないじゃないですか。で東大生で言うと、まあでもどうですかね、勉強はできたけど、まあ、世間で言う東大生のイメージでちょっとコミュニケーション能力がなかったりとか、ちょっと変なやつみたいな人が多いと思うんですけど、まあ、実際そういう子ってそんなに多くはなかったし、なんですかね、勉強はできたけど、まあ、運動はできないとか、そういったことはありましたよ。でもそう、一つ持論があるんですけど、その受験勉強をすごい頑張って頑張って努力して乗り越えてきた人たち、やっぱり大きな難しい目標を努力で乗り越えたことがある人って魅力的だと思うんですよね。もちろん何か欠けてるところは人間だからあるかもしれないんですけど、人間として余裕があったりとか深みがあったりとか、人間力っていうんですかね、人望があったりとか、なんかそういうのをすごく大学に入って目の当たりにして、私だって思ったんですよ、東大生なんて変なやつばっかりなのかなって。まあ、でも実際はそんなことなくて、すごく魅力的な人に囲まれて生活ができて、なんか勉強をすごい頑張ってきた人って多分その成績以外の何かも一緒に得たんじゃないかなって思うぐらい人間ができてる人が多かったです。そういう環境に身を置けたっていうことが、まあ自分の財産でもあるなって感じますね。次です。受験期のメンタル維持法ありますか？絶賛思春期の娘が受験生で波が激しすぎてついていけません。これは無理だと思うよ。だって高2高3でしょ。それでメンタルがブレない人って、あのおかしいから、そんなもんだとは思います。で多分どこのお嬢さんもそんなもんです。なのでそこは始まった始まったっていう風に構えてください。そうで、親がドーンと構えておくことって多分すごい大切。他の動画でもよく話してるんだけど、親がメンタルブレブレなパターンで子供がすごい成績いいって私見たことないんですよ、テル会で教えてて。で親がすごいヒステリックだったりとか、一喜一憂が激しくって、申し出うまくいかないたびに親が泣きながら電話かけてくるみたいな家庭は、まあまあ優秀なんだけど特にいけない子たちみたいな層に多かったです。思い返すとうちの親もよくイライラはしてたんですけど、子供と一緒になってすごい落ち込んだりとか涙したりとか、なんかそういうのはなくて、なんかカラッとしてたんですよね。そんなできないならやめればみたいな感じでカラッとしてたんですよ。だからそういう風に親がお手本を見せてあげるのは一ついいのかなと思いますね。あとは波が激しい、メンタルがこうブレブレだっていうところは、多分本人も直したいって気持ちはあると思うんですよね。ですごく本人にとってはこう毎回毎回の自分の成績とか順位とか、そういったものが今の彼女の全てになってしまってるから、だからすごい辛いし、メンタルがこうブレブレになる、まあ、すごい難しいことなんですけど、こう俯瞰する能力を与えるというか、俯瞰する視点を与えるというか、そういう働きかけを親ができるっていうのが理想なのかなとは思いますね。すごい難しいと思うんですけど、自分だったら例えば一喜一憂してるお嬢さんを見てね、娘を見てね、まあ、冷静に考えてそうやって落ち込んだりとか機嫌良くなったり悪くなったりしてると自分が体が疲れるだけだし、その時間淡々と勉強した方が絶対成績伸びるから、今月はメンタルを保つのを目標にしようよって言ってみたりとかするんじゃないかなっていう気がします。次の質問が、自分がお母さんになったらどんな子供に教育をさせたいですか、どんな教育を子供にですよね、させたいですか、応援に入れたいなど、
書いてあるんですけど、いや子供を応援に入れたいとは1ミリも思わないですね、まあ、子供がすごい行きたがるなら別にいいんですけど、まあ、自分は別に応援に行って今回も何もしてないし良かったんですけど、まあ、同じように子供が応援に行って後悔をせず満足な6年間を過ごすかなんて知ったことじゃないし、まあ、そもそも受験をしたがるかも分かんないし、日本のその進学校に通うっていうことを娘が選択するかも知らないので、まあ、別にあんまりそういうのはないですよね。いい学校なんていくらでもあると思うので、特にあんまりそういうのはないです。結構昔からこう応援とかに溢れていたこう英才教育の過程にあんまりそういうのって良くないんじゃないかなって思っている立場なので、子供を教育づけにはしたくないというか、どちらかっていうと将来的ないろんな趣味に通ずるような習い事とかはいろいろねさせてあげたいなと思いますけど、応援とか東大とかがそれだけがすごい価値があるとも私は思わないので、基本的には子供の意見をしっかり聞いて、子供が自分の中でこうしたいなっていう理想を叶えるべく、まあ、サポートするっていうのが私の中の目標ではあるかなと思います。小5の夏休み、どんな生活をしていたか覚えていますか？覚えてない。なんかうち本当に母が全然その勉強をガミガミやらせなかったんですね。私がサピックスに行って音韻を目指すようになるまでは。で、私サピックスに入ったのも小5のもうちょっと後だったんですよ。なので小学校5年生の夏休みって多分普通に家族で旅行しまくって、旅行って言っても国内でね、なんかキャンプしたりとか、あとは母親の実家である千葉の田舎に行ってなんか海とかで遊んでたりとか、多分そんな感じで過ごしてたと思いますよ。結構アウトドアでね、友達と公園で遊んだりとか、まあ、そんな感じの小学生だったんじゃないかなと思います。一応習い事はピアノとバイオリンをやってて結構真面目にやってたので、まあ、それの練習をしたりとかしてたかなと思うんですけど、あんまり塾とか勉強みたいな感じではなかったですね。次です。中学受験が終わって応援に入ってだらけないで勉強を続けられたのはなぜですか？これは私の中では明確な答えがあって、親のおかげだと思ってて、中学受験を経てその毎週毎週ちっちゃい目標を作って、月ごとの大きな目標を作って、で最終的に応援に入りたいっていう人生の中でも最大の目標を作って、それに向けて努力をし続ける、で実際にちゃんと成果を出して、それを自分の中でよっしゃって喜ぶみたいな、そういう日々を小学校の時に送っていたの でそんな日々がすごく面白くて濃密だったし、最終的に自分は合格もつかむことができてすごいハッピーな経験だったので、それが多分染みついちゃってたんですよね。で正直多分応援に入ってから もうずっとその6年生の時の感じで勉強を続けて、中だるみみたいなこともほぼしなくて、そうすると周りが中だるみとかをし始めた時に逆に自分が相対的に順位とかパーンって上がるんですよ。なんかそれも気持ちよくて、純粋にさらけずに勉強ができたのかな。あとは勉強を私に教えてくれた人たちが多分すごい教え方が上手だったんですよね。勉強がつまんなくてやめたいなとか思ったことが本当になかったので、それは私じゃなくって私に教えてくれた人たちが素晴らしかったんだろうなと思います。次です。子供時代に勉強が好きかもと思った年齢やきっかけを知りたいです。これは私わかんないんですよね。ただちょっとだけウィットみたいな意味で賢い子だったようで、勉強が好きっていうと周りの大人が喜んだのを覚えてるんですよ。本当にちっちゃかった頃に、私は勉強が大好きって言うと周りの大人がすごいとか言ってくれたので、なんかそれが嬉しくて勉強が好きっていうキャラ作りをしてたような記憶がちょっとあるんですよね。感じ悪いって思うんだけど、で不思議なことにそれを言ってたらなんか本当に自分は勉強が好きなんだって思えるようになってしまって、まあ、自己暗示ですよ。なので本当に何かどこかのタイミングで勉強私は好きって思ったかっていうと、それはあんまり自信がないんですけど、いつの間にか自分が作り上げた勉強が好きで周りの大人が褒めてくれる自分の像みたいなものに自分を一致させていってたんじゃないかなっていう気がします。これ共感してもらうのすごい難しいと思うんで、よくわかんないかもしれないんですけど、万が一ちょっとわかるかもみたいな人がいたらコメント書いてください。最後です。ちょっとガラッと変わるんだけど、この質問で締めくくります。小学生の娘がいます。どこで調べてきたのかわからないけど美容整形をしたいと言い始めました。私は前からゆき先生の YouTube を見ていたので、これはゆき先生に相談するしかないと思っていたので、小学生が美容整形をすることについての先生の意見を教えてください、ということですね。
小学生が美容整形どういう施術かにもよるんですよ。もしかしたらほくろを取ることを美容整形っておっしゃってるかもしれなくて、まあ、それぐらいであれば全然小学校でやってもいいかなと思うし、医療脱毛も小学校でやる方結構今増えてますね。でそういったものは問題ないと思うんですけど、これがその体の目とか鼻とかどこかを切ったり縫ったりして形を変えるっていう手術を想定されているんだとちょっと時期が早いかなっていう気はします。ただまあ中学生ぐらいからであればご本人もしっかりこうどういったリスクがあってどういった経過をたどるのかとかっていうことに対して理解があって、かつ親御さんもしっかり理解があってっていう状況で、まあ、受けることによってきっと幸せになれるんだろうなっていう確信が持てるのであれば、私は別に医学的に問題がなければ年齢を理由に断るっていうことはしてないですし、若いうちはやめた方がいいっていうなんか古臭い倫理観みたいなものも自分はないです。よくなんかモヤモヤってすることがあって、まあ、こういう発信をしているとやっぱりすごく教育っていうものに対して熱心なお母さんたちからいろんな DM をいただくんですよ。今回みたいな子供の美容整形どう思いますかとか、子供の小学校受験どう思いますかとか来るんですけど、私が一貫して言ってるのは子供の意見聞いたのっていうところなんですね。まあ、子供が学ぶべきことっていろいろあると思うんだけど、その中でちょっとした失敗を繰り返すことってすごい大切だと思っているんですね。でもそのために親は子供が失敗をするっていうことを避けてはいけないんですよ。逆に言うと親が子供の失敗を見計らってそれが起きないようにしすぎるっていうのは良くないんですよね。例えばその受験をするしないとか、どんな習い事をするのかとか、どんな進路をたどるのか、あとは最後に出てきたその美容整形をするしないとか、そういうのもそうなんですけど、ある程度子供の意思に委ねてみていいんじゃないと思うんですよね。1歳2歳とかじゃなければね。それでじゃあやってみてうまくいかなかったらお母さんが助けてあげればいいし、逆にうまくいったならあなたが自分で選択したことをきちっとできて偉いわねって褒め方ができる。でそれでもし手を抜いてたら、なんで自分で決めたことなのに手を抜いてるのっていう、そういう方向での諭し方ができるじゃないですか。なのでなんかもっともっと親が何かを固めようとせずに子供の意思に委ねていろんなものをやらせてみてもいいんじゃないかなっていうのを結構日々感じることが多いです。まあ、もちろんそうすることで遠回りになっちゃうかもしれないし、いろんなリスクっていうのも出てくると思うんですけど、もっともっとこう自分が何とかしなきゃみたいなガチガチな観念を捨てて子供本位で子供主体で未来を見据えてみてもいいのかなって思います。動画が面白かった、参考になったっていう方はぜひいいねとチャンネル登録もお願いします。また適宜質問募集するので、こちらのコメント欄とかあとはインスタのストーリーの反応でたくさん質問してください。では次の動画で会いましょう。バイバーイ。